ブラジルの皆さん、こんにちは。宮崎亜美です。ご無沙汰してます。2016年7月10日、サンパウロのアニメフレンズに2年ぶりに出演することになりました。そしてその翌週、フォルタレーザのサナに初めて出演することになりました。フォルタレーザはもうすごく綺麗な美しい場所だと聞いてます。本当に今から楽しみです。今回もね、いつもと同じようにデジモンミュージックたくさん歌いたいと思ってます。目いっぱい盛り上げていきたいと思ってますんで、皆さんも一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。それとね、先日亡くなった私の親友でもあり、皆さんの親友でもある、また工事のために、いつもより多めに彼の曲を歌いたいと思ってます。和田くんにね、届くように皆さんで目いっぱい一緒に歌ってもらえたら嬉しいと思ってます。それではイベントまであと1ヶ月少しちょっとぐらいかな。楽しみに待っていてください。それではブラジルで会いましょう。いつも本当にありがとう。オブリガード。バイバイ。